ヌースフアって何第11回王子の人格を理解する7自分についておはようございますこんにちはこんばんは砂渕洋次です多くの人は自分とは何かをご存知です自分には体がありますからそれが自分だと思っている だけど、自分の意識についてはどう考えるべきか、とても難しい。まず、その答えを出す前に、僕たちは何かを考えるとき、その一部のことしか考えることができないということに直面しましょう。どういうことかというと、例えば、目の前に鉛筆があるとします。この鉛筆のことをすべて理解しているでしょうか どうやって作られたとか、どのようにしてここに来たのかとか、そもそも鉛筆とはどのようにして生まれたのかとか、誰がこの鉛筆を削ったのかとか、いろんなことがわからないのではないでしょうか。だけど、これが鉛筆であることは知っています。そして、それで多くの人は満足しています。だけど、時々いらっしゃいますよね。 何かについてのオタク的な人。例えば、この鉛筆はどこの国で作られたために、原料はどこさんの何を使い、どこから炭素をこのように抽出したから、書き味が滑らかだとか、紙に書いた時に出る音が心地よいとか、そういうことを言う人。そういう人は、いろんなことを追求していきます。その追求が喜びだったりします。でも、 どんなオタクな人でもあるものに備わる要素を一度に全部考えるわけにはいきません。考えることはどんなに頑張っても2、3の要素だけ。もし文章を書くことができると列挙して組み合わせていくらでも複雑なことを考えることはできますが、その考えはどうやっても同時にとはなりません。その補助としてコンピューターが考えられたと言ってもいいでしょう。 だけど、例外として、いろんなことをかなり一遍に考えることも時々あるようです。それについては別の機会にお話ししましょう。話を戻します。つまり、自分のことを考えるのも、あらゆることを一度に考えるわけにはいきません。そこに現在の人間の限界があります。前々回、前回といろんな自分に気づくという話をしましたけど、 いろんな自分がありすぎて困るという人もいたと思います。そういうたくさんの自分に一つずつ気づいていくことはできても、一度に全ての感覚とともにいて、全ての人格が是とする答えを出すというのは難しいものです。ここで先ほど、多くの人は自分とは何かをご存知ですと申し上げましたけど、それが揺らぐようなお話をしましょう。 あなたがリンゴを食べたとします。リンゴを食べたら体内に取り込まれていつか自分の一部になります。いつから自分の一部になると思いますか 1>, ?1、噛んで口に入れたとき2、咀嚼したとき3、咀嚼したリンゴを飲み込んだとき4、飲み込んだリンゴが胃に足したとき5、 リンゴが消化されて吸収されたとき。6. リンゴが消化されて体内に吸収され、血液や細胞の一部となったとき。答えは保留にして、次は意識について。自分の意識とは何かを考えてみましょう。自分の意識とはどんなものだと思っていますか ?1. 今自分が感じていることのすべて。 2. 今感じていることと覚えていることの全て。3. 今まで感じてきたことの全て。4. 過去、現在、未来に感じることの全て。さて、迷いますよね。つまり、自分の境界はちょっと曖昧なんです。いつもここからここまでが自分で、これ以外は自分ではないなんて、 あまり考えてないんですね。中には考えてる人もいるかもしれませんけど、多くの場合は考えてないでしょう。僕は普段そんなこと考えていません。考えなければならない状況になると考えますけどね。それで何が言いたいか。自然にしていると自分の境界はいつも揺らいでいるということです。さて。 人間は時代によって自分の捉え方が違っていたんだという説があります。つまり別の言い方をすれば精神の発達が次第に進化してきたということです。心は育っていくものですが社会の発達と,とともに平均的な人の心がどこまで育つのかが変化していくようです。一方で年出した人はどんな社会にもいるもので そのような人が生まれると、その社会だけは突出した状態に引き上げられるようですね。その結果、とても成熟した文明が時々現れる。それが継続すればいいのですが、現れては消えていったようです。こうやって地球上の文明は成熟しては衰退し、また何かのきっかけで交流しを繰り返してきましたが、 書物が残されるようになり、メディアがたくさん生まれ、再現する能力が全体的に高くなってくると、このまま交流を続けて進歩していくのではないかというビジョンを多くの人が持てるようになってきました。深い知恵は人類に分有されています。この分有がきちんと世代を超えて伝達するようになっているかどうかが大切な点です。 深い知恵のとても細かいところは言語化されてないかもしれません。また、社会的に隠蔽されていることが最近暴露されるようになってきていますが、暴露されるべきことがたくさんあればあるほど、同じ社会を生み出すことは難しいでしょう。誤解の上に誤解を重ねて作られた社会だとしたら、その社会は再現ができない社会となるでしょう。さらに、 AI が当たり前のように作動し、それに人類のこれからの社会を委ねるようになるとしたら、考えるべきことが山のようにあることに多くの人が気づいているのではないでしょうか。前回、人と言い合うことについて考えました。複雑性を大切にするのであれば、言い争う必要はないと言いました。ただ、相手を理解してあげる。そして、 自分の主張を理解してもらう。そうすることで大切なのは、自分に正直になる。他の存在のことを思うばかる。他の階層についても考える。ビジョンを作る。学ぶ。愛する。だと言いました。この説明をしていきますね。まず、自分に正直になる。これは、 自分の中にいろんな自分がいることに気づいた人はきっと正直になるということが難しくなっているはずです。自分の中にも矛盾があるのです。その矛盾に目をつぶったら正直ではないですよね。ではどうすればいいのでしょう立場の違いによるいろんな自分について言語化するのがいいのではないかと思います。ある立場から考えればこう思う。 別の立場から考えれば、こうも思える。そして、話し相手の立場から感じることも一緒に言ってみる。例えば、こんな風に。今お聞きしたあなたの立場からは、こう感じるし、こうも感じることができる。だから、なんとか、と話してみる。多くの立場について検討してみることで、えー、互いに歩み寄れる解決なり、論点なりが見つかるかもしれません。 しかし、そのようなものが必ず見つかるとは言い切れません。だけど、少なくとも対立のための視点から離れ、友愛へ至る筋道を探っていることは伝わるでしょう。互いにそれを繰り返すことで、いつか落ち着くべき点が見つかるかもしれません。対立だけの会話で戦うより、自分の内側に生まれる矛盾を明らかにして、その後に相手の話から聞こえてくる、 矛盾も素状に上げてお互いのバランスを取りながら一方では相手と自分以外に対する影響も考慮に入れて話し合うことで何か糸口が見つかるかもしれませんそういう糸口を見つけるという覚悟の中に愛が生まれてくるのだと思います二人の会話でも対立しているような状況から互いに歩み寄り 新たな価値を生み出すことは簡単なことではありませんが、一緒に検討する相手が増えれば増えるほど、糸口を見つけることはどんどん難しくなっていきます。でも、全く不可能というわけではないでしょう。もし自分が悟っていたら、とか、もし私が天使であったなら、とか、いろんな人の気持ちが理解できるとしたら、とか、高い視点から考えるように、 心を開くと解決の可能性は高くなるように感じます。そしてそのようになるためにさらに学ぶことも必要となってくるのです。その結果他の存在のことを思うばかり、他の階層についても考えることが同時になされることになるのです。そして心の進化もさらに進むはずです。次回は普通の思考では得られない。 常識的ではない別の思考について考えましょう。今回も長いお話にお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回。